まあまあそろそろ諦めなさいな、はい、ほらまあ岩窟ホテルレベル100があるから目指したかったのはこれかね、多分これだろうね、うん、あそうだね、これ聞いたことあるよ、バッコウクツって、なんか進化系みたいになってる、うん、あそうだよ、これ元だよ確か、なんか書いてあったバッコウクツを元に作ったとか言ったもん。でもこんなのあったら結構人気あったかもね。うん、岩壁に洞窟を掘って寺院とすることが始まっていました。いやモロだね、コーラやんて、コーラあれコーラだよ、うん、中国の時全く同じ表記だったもんカコカーラって言うらしいよ、まあ、確かにカコカーラ、うん、多分このさ今タイル張りのやつがさシルクロードでしょ、うん、すげえ。まあね名ばかりのね、急になんか道なくなったりするんだけどね整備するとこ整備してるっていうね。ダメでしょ、ここ通れないじゃんなんでここロストベルトしちゃったのなんでしちゃったんだろう。あ急に時代背景も場所も変わってしまった。だからロストベルトしたんだ、うん、え、なんかあれだな、仏像がさ、石間みたいな顔しててイラつくな、マジお？お前ら来たのか？あの顔がまろもろに石村じゃねえな二人ともさ、しゃがむってねキングオブ石村がいて、お前ら来たのか？いや、あれはちょっと石井っぽいかもしれない俺をこっから出してくれって言いなそうだな、確かに牢屋みたいなもんだもんね、彼からすればここから出してくれな な言われてもな、あれまた入ったら言わなきゃそう言っちゃったからあー結構すごいかも、こう見ると背景がマッチしてくれてる、スカイツリー入れなきゃ、スカイツリーの雲が仕事してる確かに雲に見える、多分今じゃないの、うん、違うな、ああこれだこれだ、ああそうだね、あこれ結構あれだよ、歴史の教科書に載ってるアングルだよ、あ本当だ、三遊記、俺はどこに逃げればいいんだろうこれ頑張ってなんかちょっと作ろうとしたのかな、感覚の万人頂上的なのがあるぞ、こんな感じ作ればいいでしょ、分かったって感じでドーッと作ったんじゃないの、ね、練習したんだよ、万里の頂上のさ端っこと端っこってどうなってるか知ってる？ふざけてと思う、繋がってるヒント1個出してあげるよ、片方同士はねお互いに違う構造してないよ、同じ構造してないよ、例えば片方砕けた片方砕けてないとかないな、そういうのはない、なんかあの一方は、うん、階段状、階段状、ああいう感じ、登る感じ、うん、ああいう登りのところがあると、で有名、俺ら知ってる有名な方はなんかああいうなんか平ら、平らというか、うん、レンガをただ敷き詰めただけ、なんか並べただけみたいな、ああなるほどね、だそれこそ最初がなんか片方があっちで終わって、うん、もう片方があれで終わってる、ああなるほどね、正解はね、うん、片方はね城になってる、城、うん、城が立ってる、あんなんじゃなくて普通に城が立ってる、あのレベルじゃなくて、あのレベルじゃなくて城が立ってるちゃんと、うん、そうだね、普通の城、西洋っぽい城が立ってる、もう片方はね海にドーンって突っ込んでる、だから海だからもろ攻めれないんでしょ、海側から、だからギリギリまで引いちゃったし、防御力高いよね、
何日以上ね頑張ってみたけどね城を作って諦めたんだろうね、なんか真ん中ぐらいで終わってる中国、まあ中国を追うの無理だからね。むしろ頑張ったと思うんだけど距離が、うん、万里の長城マラソンとかあるしね、リレーだからね、うん、あの地点を決めてさ、その視点をさ合計した時間でタイム測るからね。どこがそこまでは知らないうわーすごい晴天球っぽいチェンスをお持ちだ台湾にあるのか、台湾にあるってなんだろう、これちょっと行ってみたい感があるな。台湾だったら行けそうな、すっげえなんか映えそうだな、あの二股に分かれたところから撮りてえ写真あそこだろ、アングル虎と牛と予報入れれる角度、あそこでこうやりたいクッてやりたい上に金がありそう。いやあれはいい趣味してるよ、あの口、両口から入れるあたり繋がってんだもんね、あれどう繋がってんだ、ケツはどうなってるんだ、ケツやろうな、ん？横から出れるのかな、そうっぽいね、横から出れるんだね多分お互いに、かたく水に浸かってるもんね、水に浸かって死ねたほうがちゃんとこだわってるよ、星野虎の方には虎が乗ってて、ユイの方にユイが乗ってるよ、ちょこちょこ、やるな、吉田的センスだわこのセンスの悪さ。大阪だったらな、龍の方押してんのかな、ね、あんな目足かにいやでもさ、ほらなんか虎とかヒョウも好きじゃん、ああ大阪って、でも大阪にあったらウケんじゃねこれめっちゃ、確かに色合いがいいかも、うん、マッチして急に変えてきたスタンス、急に台湾なんだろうな、きっと台湾ワールドになって、そのうわーなんかすっげー台湾してきたよ。